月のシビックテックライブを始めさせていただきます。今回はですね、27回目なんですけど、学生×シビックテックということで、シビックテックチャレンジカップアンダー20、22ですね、22の内容をさせていただきたいと思います。今日はいっぱいゲストが来てくれています。はい。で、シビックテックライブというこのイベントについてなんですけれども、シビックテックライブは新しいシビックテックに初めて参加するよ、これから参加したいよという方向けに参加しやすいように設計されたシビックテックに関するテーマについてお話をするトークイベントです。で、大体平日の夜に開催をしております。で、今回は学生×シビックテックというところで、Code for Japan が主催している学生向けのプロトタイプ開発コンテスト、シビックテックチャレンジカップ U22 の過去に参加された皆さんをゲストにお迎えしてお話をしていきます。で、最初に私たちからシビックテックチャレンジカップが何なのか少しお話しした上で、皆さんのお話を聞いて進めていきたいと思っておりますというところです。はい。で、今日の司会進行は私、まみさだと久保の2人でさせていただきます。よろしくお願いします。はい、それでですね、あ、ごめんなさい、ちょっと表記が揺らいでいるんですけれども、夏みかんさんと洋館さんとゆかさんと七音さんの4名にゲストとしてお越しいただいています。はい、ではですね、イベントを始める前に、Code for Japan のイベントなので、Code of Conduct、行動規約とプライバシーポリシーについて、アクセシビリティについてお話しした上で始めさせていただきます。Code of Conduct、行動規約ですが、このイベントも含めて、Code for Japan のイベントは参加者の皆さんとスピーカーの皆さんとスタッフ含めてみんなで作っていくものというふうに考えています。誰もが参加しやすいイベントを一緒に考えて一緒に作っていくということを大事にしているので、皆さんも積極的に参加をしながら、このイベントを楽しんでください。で、みんなで楽しむための私たちの共通の認識として、こういったことを大事にしています。敬意を払いましょう。価値を認めましょう。意見を聞きましょう。対話をしましょう。行動に、言動に責任が伴います。といった内容が書いてあります。あとで、チャットのところにも、Code of Conduct の URL をお送りしておくので、詳細の文章のところは後で見ていただきたいんですけれども、こういった内容を意識しながら、積極的に参加をしていってください。で、続いて、プライバシーポリシーなんですけれども、こちらのウェブサイトに書いてある通りなんですけれども、ちょっと映りたくないよとか、名前表示出してほしくないよっていう場合があれば、設定を変更して参加をするようにしておいてください。で、続いて UD トークですね。聴覚情報のアクセシビリティのところで、文字起こしツール、翻訳ツールという形で使わせていただいているので、こちらも見ながら適宜必要な場合は使って参加してください。はい、それではですね、アイスブレイクというところで、まず参加者の皆さん、今日今聞いている皆さんも含めてコメント欄に皆さんに書いていってほしいんですけど、この夏チャレンジしたいこと、新しく始めたいことを皆さん、もうすぐ、というか明日から7月です。はい。何を夏休み、夏やろうかなって思っていること、教えてもらいたいなと思いますが、ゆかさん何かありますか？決めてること。なんだろう、マラソンに出てみたいなと思ってます。お夏に夏にすごい。あ、でも確かに運動もいいですね。料理、運動いいですね。他の皆さん、参加者の皆さんも全然タトに書いててくださいね。ヨッカさん、なんか決めてることありますか？僕最近料理にハマってるので、ちょっと調理師免許の勉強をこの夏に始めたいなと思います。ガチなやつですね。すごい。ありがとうございます。コミュニティに参加する、バイトする、いいですね。確かに。確かに。私、最初のアルバイトが甲子園の球場のアルバイトだったんですけど、なんか確かにアルバイトの初日ですごいいい記憶が良かった気がするので、確かにこういうチャレンジも夏休み始まる方が多いかな。たくさん走る。走るの流行ってるんですかね。はい、皆さんありがとうございます。
はい、こんな感じで皆さんのチャレンジの一つにシビックテックチャレンジカップもあったらいいなと思っており、こんなテーマにしてみました。はい、続いてですね、シビックテックについて、まあ、知っている方もいらっしゃるかもしれないので手短にはなるんですけれども、少しずつお話をしていきます。シビックテック、簡単に短く説明すると、シビック、市民がテクノロジー技術を活用しながら街の困りごとだったり、身近な、なんかこう、これこういう風になったらいいなとか、こういう風に変えたいなっていうことを自分たちで考えたり作ったりしてアップデートしていくというの取り組みの総称になっているので、教育に関することでも、医療に関することでも、身近なこう日々の暮らしに関することでも、結構何でもシビックテックといえばシビックテックにできるような、結構広い領域を示すような言葉になっています。で、ちょっと詳しくはこのシビタンの動画ですね、3分ずつ紹介している動画が2つあるので、まあ、これも見ていただきたいんですけれども、ちょっと待ってくださいね今日は時間がないので、動画またリンクで見てくださいという感じなんですが、こんな感じで3分ずつ紹介をしております。で、そのシビックテックをやっているコードフォージャパンというところがあって、でここが何なのかというと、共に考え共に作る社会を目指してシビックテックのコミュニティを運営している組織がコードフォージャパンになります。で、私たちだけでシビックテックをしているわけでは全くなくて、コードフォー札幌とかコードフォー沖縄とか、本当にいろんなところ、コードフォーなんとかとかオープンなんとかっていう名前のがあって、で海外にもオーストラリアとか台湾とか韓国とかアメリカ、アフリカ、本当にどこにでもいろんなところに仲間がいるっていうのがシビックテックのコミュニティです。で、私たちがですね、コミュニティの中でこういうイベントだったり発表をやることもあれば、自治体だったり省庁、中央省庁の皆さんと一緒に取り組んでいるようなものもあったり、あとは都市 OS と言われるような、こう街づくり全体をこうデジタルで変えていくっていうようなプロジェクトもやっていたりします。で、コミュニティのイベントに関しては、毎月やっているソーシャルハックデーっていう、みんなで作ってみんなで考えるっていう手を動かすイベントと、シビックテックライブみたいな形でみんなでお話をしながら一緒に考えていくっていうものがあります。で、手を動かすのと、一緒に知ったり考えたり喋ったりするっていうのを織り交ぜながらやってるというような形ですね。で、このソーシャルハックデーの海外版が、このみんなで対話するっていうのも、まあ、世界版のサミットがあったりっていうような形になっています。駆け足ですが、シビックテックについてはこういった形になっているので、まあ、その中でも今日は学生の皆さんと一緒に取り組んでいるシビックテックチャレンジカップについてお話をしていきます。で、じゃあこの CCC と言われるものが何なのかというところですが、さっきお話ししたシビックテックでチャレンジをするコンペティションです。ただ、なんかすごく競争したり競ったりするというよりかは、みんなでこういいものを作って、みんなでこう応援したり褒めたりしていこうというような場所だと思っていただけたらという感じですね。で、今年度に関してお伝えすると、7月ですね、今というか明日からは、個人の面談を、参加する皆さんに個人面談をさせていただいていて、どういう目標にしたいかとか、テストが忙しい時期とかがいつあるのかとかっていう相談もしながら、自分に合ったやり方、自分に合ったレベルの設定みたいなのを一緒に考えた上で、個人のちょっとトレーニング課題を少しやっていただくという形です。で、多分7月末とか8月にみんな期末テストみたいな夏休みの前のテストがあったりすると思うので、それが落ち着いた頃にチームを組んでいただきます。で、チームを組むのは、友達と、まあ、本当に周りにいる友達と組んでもらうでもいいし、同じテーマに興味がある人たちで集まってもらっても大丈夫ですし、私デザインやるからエンジニアさんこういう人いませんかみたいな形で声を掛け合って、スキルの組み合わせでチームを組むでも大丈夫なので、一人だとチームにならないので2人から6人の人数の範囲の中で組んでいただいて、で組んでもらったら私たちが担任みたいな形で伴走する人がつくので、サポートしながら応援していきます。で、9月にですね、中間報告というのがあるので、それまでの間に企画から設計プロトタイプを作り始めるところまでやってもらえたら、中間報告で
その発表したものをフィードバック、エンジニアの方、社会人の方たちにフィードバックをしてもらうので、で、それをもらいながら、また改善だったり、ユーザーテストに進んでいただきます。で、最後9月末に作品を提出したら、全部のチームをファイナリストにすることはできないんですけど、いくつかのチームがファイナリストに選ばれて、で、最後1週間ぐらいですね、プレゼン練習を一緒にやって、リハーサルをやって、本番を迎えるという形です。で、企業の賞だったり、大賞を受賞したチームは、海外のコミュニティとのカンファレンスだったり、ハカソンだったりに一緒に行ったりっていうようなチャレンジもできますよというところになっております。はい。お、ちょっとずれてますね。少々待ってください。はい。こちらは、今日の質問と感想を入れるスライドですかね。はい。今、コメント欄にも載ってると思うんですけど、皆さん、ぜひ、ただ聞くだけじゃなくて、自分が聞きたいこととか、質問したいこととかも積極的に書いていただきたいですし、単純に感想とか、なんか思ったことみたいなのも載せていただいていいので、ぜひ一緒にイベントを作っていっていただけると嬉しいです。はい。ではでは、メインのゲストのところにお話をいきたいと思います。まず、一人目ですね。夏みかんさんにお話をいただきます。はい、で、夏みかんさん、はい、よろしくお願いします。夏みかんさんは2020年1年目最初の年のファイナリストです。で、デントツというチームを組まれていて、ピュアゲートという作品を作って、画像処理の技術を使って手話とか指文字を学びやすくするっていうプロトタイプを作ってくれました。で、後でお話が出てくるかもしれないんですけど、大学の仲間と一緒にチームを組んで、桜インターネットさんの賞とユディトークさんの賞を2つ受賞したというチームです。はい、それでは、夏みかんさん、お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、まず最初に、デントツーの作った作品をちょっと詳しくご案内したいと思います。そうですね、手話ゲートっていうものを作っていて、手話ゲートっていうのは、楽しく指文字を学習できるウェブアプリっていうことをコンセプトに考えて作っています。コースとしては2つ考えていて、1つ目が指文字を表現して、自分が表現して、それを画像認識で読み取って、指文字を認識するっていうものと、もう1つが、その指文字を読み取るというもので、私が指文字を表している動画を作成して いて、それをウェブサイトにアップしているので、それを読み取って、文字を打ち込んで正しいかどうかってところをチェックするようなウェブアプリを作りました。今も一応 GitHub には残っているので、コードとか詳しい内容を見たい方は QR コードとか見ていただけると嬉しいです。それ、今回シビックテックっていうところで CCC の場合、どういう価値、どういう社会問題に取り組んでいくのかってところで、価値仮説シートとかいうところも作っていて、自分が作る、どういったものを作りたいかとか、なんで作りたいかといったところは、こういった形で意識をしつつ作品を作りました。はい。次のスライドお願いします。で、ちょっと紹介、自分の自己紹介になるんですけども、当時私は1年目の時、初めて CCC ができた時は、大学4年生でギリギリアンダー22ってところで22歳で、参加させていただきました。で、現在は社会人となって、今、マイクロソフトっていうところのサポートエンジニアの3年目でやっています。もう一回、シビックテックのきっかけってところで、もともと自分は開発系のサークルに行って開発したいなっていうところと、あとは小6の時から手話を勉強していて、手話とか聴覚障害関係の社会問題とかそういったところを、IT の技術で何か解決できることはないかなっていうところをもともと持っていて、その中で CCC というものを見つけて参加を決意しました。私の場合は具体的なアイデアっていうものがあったので、サークル内で私はこういうものを作りたいんだけど誰か一緒に出ないかな、出てくれる人いないですかっていうところを募集して一緒に乗ってくれた後輩と2人で作成いたしました。はい、次お願いします。具体的に今回お話ししたいことは2つあって、CCC に参加して、どう変わったかってところと、それを踏まえて今は何しているのかってところをご案内していきたいと思います。はい。まず、CCC でのことはどう活かされたかってところで、
まあ、こういうやっぱりサークル内とかでも、まあ、こういったものを作成しましただけで終わるのではなくて、まあ、大学の中でも、まあ、こういったところでいろいろ活動して、まあ、社会に貢献とは言わないですけども、まあ、そういう学生がどういったことをしているってところで、まあ、学長から賞をいただいたりであったりとか、まあ、Code for Japan の方でも CCC の受賞者インタビューってところで、その作っただけでは終わらないで、まあ、いかに自分がどういう考えを持ってこういうものを作って社会より良い社会になるためにみたいなところで、まあ、形に残るものとして残せたとかよかったかなと思っております。でその後自分の、まあ、そういう大学4年間の中で、まあ、IT と手話と両方4年間自分なりにこうやりたいこうしたいってところでやってきたものが大学案内で2ページ載って、その今後大学に入ってくる学生さんに向けて、まあ、自分は大学の中でこういうものを学んできましたみたいなところで、まあ、集大成といったものが、まあ、CCC をきっかけに生かされたかなと思っております。はい、ございます。次お願いします。で具体的に今は何しているのかってところで、まずお仕事的なところをご案内していきたいんですけども、今仕事はまあ、サポートエンジニアってところでテクニカルサポートのお仕事をしております。まあ、具体的なお仕事内容の流れとしては、基本的に他社のエンジニアさんとか本職のエンジニアさんの方が、まあ、技術的に細かい点だったりとか、そういったところ、まあ、どうしてもわからないところとか不具合とかもあったりするので、そういったところわからないところお問い合わせをいただいて、それに対して調査、まあ、具体的にはトラブルシューティングだったりとか、そういうところをして、まあ、回答して、まあ、次の質問へみたいなところのサイクルを回していくお仕事となっています。まあ、今回のハッカソンとかでも、まあ、自分がこういうものを作りたいって時に、まあ、社会人の方がその技術的なサポートして並走してくださったりみたいなところがあると思うんですけども、まあ、そういったイメージのお仕事をしています。結構ハッカソンとか出てる人とかは開発とかそういうところに興味がある人が多いかなと思うんですけど、まあ、こういった裏方というか、よりよくこの技術を使ってもらうためにみたいなお仕事もあるんだなってことを今日は知っていただければいいかなと思っています。まあ、具体的にこう CCC とかハッカソンの中で得た力は今どうお仕事になんか活かせてるかなっていったところを今2点挙げさせてもらうんですけども、まあ、1つ目がゴールを決めて最短ルートでってところで、結構ハッカソンっていうのは期間が決められていて、でもやりたいことは数あって、まあ、その中にいかに決められた期間の中で、なんかいいものをより良いものを作っていくかって、スケジュールを立てていくことが大事かなっていうところがあるんですけれども、まあ、例えば、まあ、ハッカソンによっては、まあ、内容が大事だ。だからそういう目的が大事だ。だから、まあ、プロトタイプでスクショでもいいから、動かなくてもいいみたいなところもあったりするんですよね。それか、むしろ、まあ、とにかく動くものが大事だみたいなところ。まあ、それハッカソンによっていろいろだと思うんですけども、まあ、それもお問い合わせでも同じで、まあ、事象が解決すればいいか、例えば障害が起きたとしても障害の代替案があれば OK なのか、もう障害を絶対原因まで分かった上でそれを待ってから回答が必要なのかみたいなところをちゃんとヒアリングしたりとかして流動をやる力っていうところをハッカソンが生かされてるんじゃないかなと思っています。で2つ目が技術的なことを分かりやすく簡潔にお客様にお伝えするっていうところで、結構そういうサポートエンジニアっていうものは製品カットで製品のスペシャリストになっていくものなので、まあ、どうしてもまあすごいマニアックなものだったりとかもあるんですよね。その中でそれをいかにどうやって分かりやすく伝えるかみたいなところで、まあ、ハッカソンの時も発表時間っていうのはまあ5分だったりとか10分だったりとか、まあ、全部のコードを一から説明なんてことはできなくて、まあ、概要を説明して短い中でどう分かりやすく相手に伝えれるかみたいなとこがあると思うんですけれども、まあ、これも今のお仕事に生かされているんじゃないかなというところを思っております。はい、次お願いします。で、まあ、仕事以外、まあ、本職の仕事の中でも、まあ、会社内でいろいろ、まあ、仕事外でもいろいろできているなというところはあって、自分弊社だとグローバルハッカソンっていうものがあって、その私はやっぱり手話とか聴覚障害にずっと興味があったので、聴覚障害者にとって使いやすいチームズの提案みたいなところを社内のハッカソンで提案したりだとか、あとは社内のサークルとして手話クラブを立ち上げて、
まあ、社内の中で手話の勉強会を実施したりとか、あとは社内イベントとして、まあ、そういう障害を知ろうとかそういったイベントがあるんですけども、まあ、手話クラブとして運営をサポートさせてもらったりとか、まあ、業務外でもいろいろ今までの経験生きているんじゃないかなと思っております。はい、次お願いします。で、今あと業務外で何してるかってところで、今はその大学時代入っていた開発サークルが一応 OB と OG たちでまた大学卒業した後のサークルも作ろうということで、ビーバーズハイブっていうものを作ってくれていまして、まあ、そういうところで今も活動しています。最近だとメーカーズヘアとか出て、その大学の時代って結構学祭とかで発表し、なんかごっちゃに発表したりとか、それに向けて頑張るみたいなところがあったんですけども、社会人になってもメーカーフェアだったりとか、そういうところに出して、なんか学生の時できたことを社会人にもなってできて、まあ、社会人だと、まあ、時間はないっていうデメリットあるかもしれないんですけど、お金に余裕があるっていうメリットも一つあるので、学生の時にはできなかったものを作れたりとか、あとは学生って大学だと、普通の大学だと4年なんですけど、なんで変わっていっちゃうんですけど、社会人だと結構30年とか何十年もあるので、まあ、若い人からもう歴、つよつよな社会人までいるので、いろんな知識をひっくるめてできるのはすごく楽しいなと思っていて、まあ、今後もいろいろ仕事にももちろんですし、まあ、そういうサークル活動だったりとかで今後も技術的なものを広げていきたいなと思っております。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとちょこちょこスライドにもコメントだったり感想だったりが来ているので、後でまた見ていっていただければと思います。続いてはですね、ようかんさん話をお願いしたいと思うので、ちょっと先に紹介を少しさせていただきます。音は入ってますかね、大丈夫ですかね。ようかんさん、はい、音入っています。 OK です、今聞こえます。はい、はい、ありがとうございます。次がようかんさんなんですが、ちょっと今見えてますかね。はい、で、ようかんさんなんですけど、2021年なので2年目ですねの開催の時のファイナリストで、SGG というチームでトレンドールというプロトタイプの作品を出してくれていました。で、バズっているツイートのリツイートの状況から Facebook ニュースである可能性がどれくらいあるかっていうのを分析するツールを作って、 Code for Japan からの Code for Japan 賞というのを受賞しております。それではよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、2人目のですね、発表ということで、始めさせていただきます。今回、CCT に参加して、2年が経ったんですけど、まあ、その2年間どんなことしたのかというのと、まあ、CCT やって、まあ、改めて振り返りをしてみたので、まあ、ちょっと今回参加してみようかなという皆さんに対して、まあ、なんかどういう、こうちょっとおすすめポイントというか、観点があるのかっていうのをお話しできたらなと思ってます。はい、次のスライドお願いします。軽く自己紹介させていただくと、先ほどお話しいただいた夏みかんさんと実は後輩なんですけど、今は僕も、関西大学に通っていて、ちょうど先ほどまで、サークルの部室でこもって開発をしていました。で、大学に通いながら、普段は、まあ、エンジニアの仕事というか、フリーランスのエンジニアとして、まあ、仕事もしながら、コミュニティを別で運営したりしながら、ちょこちょこやっております。で、今回その SGG っていうすごくなりたい学生グループっていう、グループで、CCC には当時参加したんですけど、まあ、それも僕がやってるそのコミュニティの中というか、オンラインなんですけど、まあコロナの時にこう立ち上げたコミュニティというか、なかなかオンラインで家から出れないから、オンライン上でやっておうということで、始めたコミュニティで、まあさ、で、挑戦したっていう風な背景があります。で、最近僕もランニング好きでマラソン走ったりとか、料理作ったりしてます。はい、お願いします。はい、じゃあ今日ですね、まあ、そんなに長くはないんですけど、トレンドオールっていう、実際作ったプロダクトについてのお話と、振り返りですね。はい、お願いします。はい、ちょっと紹介にもいただいたんですけど、めちゃめちゃかわいい図が右上にあるんですけど、まあ、トレンドオールっていう、オールちゃんっていうこれキャラクターなんですけど、作りました。
今回開発したのは SDG のメンバー6人で、右下にもあるように、各地メンバーがいますね。若干関西に寄ってるんですけど、でもまあ日本中でやってるというふうな、こう、物理であったりとかはしずにですね、まあフルオンラインで開発を進めました。で、まあ一応みんなハッカソン経験が半分ぐらいはあったのかな。半分あるけど半分やったことないとか、なんかハッカソン出たことあるけど、全然こう、よくわかんなかったみたいな感じとか、まあいろいろみんな、チームのなんて言うんだろう、ハッカソン自体の経験値っていうのはバラバラではあったんですけど、だけどその中でもこう自分のできることっていうのを、まあこうみんな各自、まあ見つけるというか、何ができるかなっていうのをそれぞれ考えながら、あとまあチームのこうコミュニケーションというかマネジメントではないんですけど、まあどうやったらうまくできるのかっていうのはみんなでこう、試行錯誤しながらやった思い出があります。開発始めて、ちょうど大学1年生の時だったので、夏休みではあったんですけど、こう、なかなかチームの中でやろうっていう方向性がですね、決まらなかった。こう、行ったり来たりみたいな、調べてみて、ちょっと合わないなというか、なんか形にならなさそうだなっていうので、こう、なくなったりみたいなのを繰り返しながら、結果、最初の1ヶ月ぐらいは、こう、何も作らずにというか、作れずにですね、やっていた記憶があります。で、まあ、ある時に、ちょっとこういうフェイクニュースとか、そういうファクトチェックみたいなの結構面白いというか、今めっちゃ大事なんじゃないかなっていう話を、まあ、分析というか、調査しながら出てきて、なんかこう、フェイクニュースが合ってるか合ってないかっていう判定はもちろん難しいのはそうだけど、なんかそれをこう、ちょっと物差しでというか、答えっていうのは分かんないけど、こういう客観的な観点もあるよっていうのが、なんか教えてくれるツールであったら、結構便利なんじゃないかなっていうところで、開発を進めました。はい、お願いします。で、じゃあどういう感じで、なんでできるのかっていうのを軽くお話ししたいんですけど、今回このトレンドオールで使った分析では、その嘘の情報とか正しい情報、まあどっちも情報だと思うんですけど、これが広がっていく方法、広がっていく形っていうのに着目したんですね。で、この左下の、グラフというか画像に書いてあるんですけど、なんか正しい情報、まあなんか正しい、間違ってない情報が広がるのはこう、大きい、なんていうかね、丸もみたいな感じで、こう真ん中からドーンってこう広がってるような、まあ、モデルで広がっていて、逆に右側のこうフェイクニュースって言われるものは、こう、まあ、どっちもカビって言ったらどっちもカビみたいな感じなんですけど、こうボコ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 っていう、こうちっちゃい、ものが、まあ、いっぱい広がってるような広がり方で、まあ、こう広がって拡散されていくよっていう、まあ、先行研究があったんですね。で、まあ、それにこう沿ってというか、それを参考にしながら、やっていく風な形を取りました。で、右の方に、で、今回これツイッターを使ってやったんですけど、ツイッターでじゃあどういう広がり方っていうのを見たのっていうと、まあ、基本的にはリツイートですね。いろんな情報ってリツイートされていくと思うんですけど、そのリツイートっていうのを見ていきました。で、右の方にもちょっと書いてるんですけど、例えばアカウントが作られてどれぐらいなのかとか、そのアカウントは、認証済み、認証アカウントなのかどうかとか、まあ、フォロワーの数とか、名前、まあ、自己紹介のとか、そういういろんな、まあ、情報をですね、加味して、まあ、この人がリツイートしてる。で、この人かつこういう感じで広がってるっていうのを見て、まあ、相関っていうか、こう、全体的にこれは正しそうじゃないかとか、これはちょっと怪しいんじゃないかみたいなのを見るような、アプローチを取りました。次のスライドお願いします。はい。まあ、もうこれもちょっと、お伝えしたいなと思うんですけど、フェイクニュースって皆さん、ちょっと考えるときに、早く広がるって、これ、まあ、確かだなと思う方も多いと思うんですけど、で、正しい情報よりも、フェイクニュースの方が広がるのは早いんですよね。なんかこう、噂とか、まあ、ちょっとこういう、なんていうんですかね、話、こう、なんていうんだろう、ちょっとこう、驚くような、そうだったのみたいな、衝撃的な情報とかって特にそうだと思うんですけど、めちゃめちゃ早く広がるんですよね。で、そういう広がるものに対してどうアプローチするかっていうのは、非常に今、面白い課題だと思いますし、あと、いわゆる機械学習を使ってフェイクニュースを判定するのって、なんていうかね、例えば、ライオンが走り回ってるよ、みたいな情報とかって、こう、どうやって、そのライオンが走り回ってるっていう文字列だけを見て、正しいか正しくないかっていう判定をするのって、かなり、まあ、それには限界があるというか、そこだけには限界があって、それをさらに広がっているよっていう、その広がる形を見れば、どんな内容の情報であったとしても、こう、なんていうんですかね、こうアプローチができるっていうところで、まあ、こうトレードオールを開発したっていう感じですね。はい。
次のページにお願いします。はい。で、この CCC、まあ、参加して、実際に、作り上げて動くところまで行ったんですけど、まあ、やはりちょっと1ヶ月足らずで作ったプロダクトで、こう世の中にドンって公開して、それがこの作品になるかって言われたら、ちょっと難しいところもやっぱりあったので、今は実際そのプロダクトは動かしてはないんですね。で、でも自分がこの CCC に参加したのをきっかけに、シビックテックっていうのにすごい興味を持つようになりました。あ、大丈夫です。次のページ行ってもらって大丈夫です。はい。で、その後も実際、防災っていうのがテーマになったハッカソン出たりだとか、認知症みたいなワードとかをこう、いろいろターゲットしたイベントとかにもいっぱい出て、そこでこう、いろんなそれぞれプロダクトを後々開発するようになりました。で、下に書いてるのは結構今回一番痛かったことなんですけど、こう、まあ、シビックハッカーっていうも人たち、まあ、こういうみんなのために何か作ろうっていうので、いっぱいいろいろ作ってる人たちもいっぱいいると思うんですけど、そういうものが自分で作って役に立つとか、デザイン作ってくれた人のやつを使うときに、あ、こう、なんていうんですかね、つながりを感じるっていうのもおかしいかもしれないですけど、自分もっと頑張ろうとか、あ、めちゃめちゃありがたいな、みたいな感じで、こう、シビックテックを通していろいろ作られているものに対する関心とか興味とかがすごく強まったのかなと思っています。あと、CCC 参加して、こう、友達というか、こういういろんな活動してる人たちといっぱいつながれたのもすごいいい経験だったなと思っています。次のページにお願いします。はい。で、CCC 参加したのは大学1年生だったんですけど、その後、まあ、こう、もっといろんな課題見つけたいな、これもいろんな理由があったんですけど、1年間、大学を休学しました。で、日本中を旅したんですね。左下の方に書いてあるんですけど、緑のところが、当時行った県を塗ってるんですけど、まあ、もう1年間で大体、ほぼ全部行きました。で、もうなんか自分の思うままにやってみるというか、やりたいことをとりあえずやってみて、で、まあなんか仕事もしながらやっていくと、実際僕が行った一番印象に残ってるのは、長崎県の対馬とかっていう、本当のもう、日本よりも韓国の方が近いんじゃないかっていうぐらいのところにあるところとかなんですけど、そういうところに行ったりとかすると、やっぱり、本土とは全然違う雰囲気っていうか、こう、ね、人の数ももちろん違うし、人の属性ももちろん違うしっていうので、とか、あと、いろんな地方とか、いろんな都会とか、いろんなところに行って、それぞれにこう、やっぱり課題というか、悩みももちろんあるし、なんかその辺に対して次は、アプローチしてみたいなっていうのが今僕の中で思ってるんですけど、っていう風な感じで、こう日本で旅して、いろんな課題とか、いろんな人たちの話が聞けたのは、すごい良かったなと思います。で、その後、まあ、もう一回ちょっと大学でも勉強してみようかなっていうことで、今大学では電気回路とか、まあどっちかっていうと、こう、ソフトウェアっていうよりハードウェアに近いようなところの領域で勉強してるんですけど、まあ、その辺の領域の勉強をして、それをさらに組み合わせたプロダクトというか、まあ、その辺で、こう、いろんな自分なりのアプローチを作っていきたいなというふうに、今は考えています。次にお願いします。はい。で、最後の方になるんですけど、まあ、興味を持っている方たちに、軽く、はい、なんですかね、メッセージなんですけど、まあ、とりあえず気になったら応募してっていうのが僕の中での、一番推したいことです。で、右の上に書いてあるんですけど、これ当時僕が21年の時に入ったスラック、参加したら入るスラックがあったんですけど、そこ僕一番でエントリーしました。で、もうなんか開始、募集されたの、とりあえず応募しようみたいな感じで応募して一番だったんですけど、まあ、やっぱりこう、なんか、興味があったら参加するっていうモチベーションがすごく大事なのかなと思ってます。あと、夏の思い出にめちゃくちゃなるし、こう、いろいろ相談乗ってもらえたりとか、自分の技術力が上がったりとか、こう、ちゃんとエントリーシートを埋めていく中でも、ね、自分が何を考えて、自分が何をアプローチして、何を解決したいのかっていうのをちゃんと言語化する経験ってなかなかできないと思うので、なんかそういうのをやってみるっていうのはめちゃめちゃいい思い出になるんじゃないかなと思います。あと、賞金ももしかしたらもらえちゃうかもしれません。はい。で、もし参加興味があるのであれば、過去の、成果報告の動画を見るのはめちゃめちゃお勧めします。どんなプロダクトがあるのかとか、まあ、実際どういうものが、まあ、ある意味評価されてるってのも違うんですけど、賞もらってるのかっていうのも、もちろんどういう観点で賞がもらえたのかなみたいなところを分析するのも、実際自分が参加して、プロダクト作るときにめちゃめちゃ、影響したというか、参考になったので、ぜひ、過去の成果報告会の動画は見てみてください。はい。次のスライドお願いします。はい。あ、もうリンクですね。はい。そんな感じで、ちょうど10分ぐらいなので、2021年に参加した、感想というか、まとめを、オープンから発表させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。すごい、なんか、いろんなところに行ったり、いろんなことをしたりを、この数年間でされてたんだなっていうのがすごい。聞いてて私も楽しかったです。ありがとうございます。引き続きスライド
皆さん書いてくださってますが、なんか自分と同じような質問してる人のところあったらいいねをしながらやっていくと、あとの質問のところで皆さんに質問できるかなと思うので、このあたり引き続き見ながら、はい、進めていってください。それでは、3人目というか、3チーム目の紹介をしていきたいんですけれども、最後はちょっと、去年度なので、お話ししていただく内容も少し違うので、説明をしていただきしていきたいんですけど、2022年のファイナリストのゆかさんとナナオさんに来ていただいています。ココメーカーズというチームです。で、ココメーカーズの作品はコンフォートメーカーという名前なんですけれども、聴覚過敏っていう聴覚障害とはまた違って、音に対する敏感さだったりとか、それの取捨選択の難しさを持っている方向けのツールとして、苦手な音を事前に察知できるようにするっていう聴覚過敏のマップと、理解がある方がそういった人たちに助けの手を差し出せるようにする聴覚過敏 SOS という作品で、AWS さんとセルスフォースさんの賞を2つ受賞していました。で、その後ですね、企業さんに招待されて、ちょっとこうパンデミックもだいぶ落ち着いてきて、来れる状態になっていたので、石川からと皆さんの住んでいるところから来ていただいて、東京駅の近くのオフィスのところで、こういった発表会、報告会もしていただいていました。で、その後もですね、ココメーカーズの皆さんずっとグループのチャットが終わらずですね、こんなことしようとか、こういうハカソンあるよとか、なんかこういうところでこういう作品出す場所あるけどみんなやらないみたいな感じで続けてくださっていたこともあって、今回ですね、6月の9日からやっていたフェイシングデオーシャンという台湾、韓国、香港、日本のみんな、東アジアのみんなで集まってやっている合同ハッカソンに学生選抜枠という形で来ていただいていました。で、フェイシングデオーシャンっていうタイトルにある通り、同じ海に面している東アジアのシビックテッカー、シビックハッカー同士が集まって話したり、近況報告しながら一緒に手を動かして、考えながら動きながらやっていくというようなハッカソンをやっていましたというところで、ゆかさんに、はい、バトンタッチをしてお願いをしたいなと思うんですが、マイクの準備はいかがですか？大丈夫です。聞こえますか？はい、聞こえます。お願いします。お願いします。CCC の話を聞きに来たのになんで他のハッカソンの話を聞くんだっていう感じてる方もいるかもしれないんですけど、CCC に関しては夏みかんさんとようかんさんがすごい魅力をたっぷりお話ししてくれたと思うので、私とナナオンさんからはCCC の後にこんな機会があるよという紹介として、Facing the Ocean というハッカソンに参加してこんなことやったよということと、そこからこういうことを学んだよということについてお話ししたいなと思います。目次はこんな感じになります。最初に簡単に自己紹介をします。お名前は平山由香で、専修大学人間科学部心理学科の4年に所属をしています。興味があることとしては、医療や福祉の分野に興味があって、公衆衛生やデータを活用して、意思決定をしていくということに関心があります。お願いします。Facing the Ocean で参加したプロジェクトについて紹介します。このチームは、クリメイトアラートという気候変動についてのプロジェクトで、私は個人で参加をしたので、最初にピッディーラのプロジェクトを持ち込んで、くれたいろんなリーダーの方がプロジェクトについてピッチをしてくれて、このピッチを聞いて面白いなと思ったプロジェクトに近くに行って話を聞いてみるっていう時間が最初の方にあるんですけど、ここでいろんな人とお話しして、このプロジェクト面白いなと思って参加をしました。台湾からだったり韓国だったり、台湾と韓国と日本かな、3カ国が混ざった合同のチームで、写真には4名しか写ってないんですけど、全員で6名のチームでプロジェクトを2日間取り組んでいました。簡単にこのプロジェクトの内容としては、気候変動のカーボンの計算を AI でできるウェブサイトと、もう一つ同じウェブサイト内に気候変動のニュースが各ニュースの出版元から自動的にリストアップされる仕組みがあって、この
それを見た人が自分が重要だなと思ったニュースの出版元にメッセージを送ることができるというウェブサイトを作りました。次のページにお願いします。と内容がかぶってしまうんですけどですね、環境分野にもともと関心はあったんですけど、自分がメインにやりたいことは医療と福祉だっていう意識がずっとあったので、メインでやる、自分がメインでプロジェクトとして取り組んだことはなくて、でもこの機会だからと参加してみたいなと思ってご参加をしました。開発タイムの初めにいろいろお話しする中ですごく優しくて、メンバーの方が優しくて面白いチームだなと思ったのも理由の一つです。次のスライドにお願いします。実際に取り組んだことについてお話しします。最初のチーム開発を始める最初にお互い自己紹介をして得意な分野だったり、やりたいことをお互い話し合って、私はフロントエンドのホームページの UI のところを担当することにしてチームで取り組んでいました。具体的にはテイクアクションページというこのウェブサイトを見た人がこの後どういうふうに行動したらこのプロジェクトに貢献できるかっていうのを説明するページの UI を改善するということをミッションに取り組んでいました。もう手順のところにピクトグラムのデザインを組み込んだり、それまでページが一列にガーッと並んでいる長いページだったんですけど、それをページのコンテンツご、内容のコンテンツごとにページを分けるというのをやってみたりしました。最後にはプレゼンをする機会もチームの中でいただくことができて、すごい自分にとって学びになる、すごいいい経験でした。のページにお願いします。もう一つ、このハッカソンに参加する際に渡航費を援助してくれた NDI という NGO が主導しているプロジェクトがあって、そこのプロジェクトにも参加をしていました。ここはシビックテックのプロジェクトハンドブックを作るというもので、シビックテックに初めて取り組む人がどういうところに気をつけて取り組んだらいいのかだったり、どういうふうに見通しを持って取り組んでいけばいいのかというのをハンドブックにまとめようというプロジェクトが、ガブゼロという台湾で Code for Japan のような立ち位置で活動されている団体が行っていて、そこの日本側の参加者として参加させていただきました。でこのプロジェクトは今続いていて、9月の出版に向けて今各地域だったり各国でシビックテックの事例を集めているので、ぜひなんかシビックテックでこんな事例があるよというのがあったり、それを紹介したいという方がいたら、ぜひコンタクトを取ってもらえたら嬉しいなと思います。そうですね、このプロジェクトですね、成功事例を集めたいというよりは、成功うまくいかなかった事例も含めて、どういう点がうまくいかなかったのかというのも事例にしたいなという意図があるプロジェクトなので、うまくいかなかった事例もぜひお聞きできたら嬉しいなと思います。次のページにお願いします。プロジェクトに参加して学んだこととしては大きく3つあるかなと思っていて、自分が何に興味があるのかとか、何にやってみたいかというのをきちんと伝えることで人と深い話ができたり、プロジェクトをやる中でもどういうことを任せてほしいのかっていうのが相手にきちんと伝わったりするっていうことが一つの学びになりました。すごいこのシビックテックのコミュニティの人たちは、あなたは何がしたいのったり、何に興味があるのというのをすごい聞いてくれる方がすごいたくさんいるので、その時になんかそれに慣れてないと最初は戸惑ってしまうことも多いんですけど、そこできちんと自分がどういうふうに言葉にできるかなとかをに向き合っていくことで、自分自身もにもすごいやりたいことが明確になっていくし、相手ともすごいいろんな話ができることにつながるなと今感じています。さあ、2つ目がやったことがないことでも取り込んでみることで見える世界が広がってくる。これやったことがないことだったり、こうあまり少しやったことがあるけど、ちゃんと時間が決まっている中でやるっていう経験がなかったこととかだと、最初やってみるときにハードルが高く感じてしまうことがあると思うんですけど、一回やってみると、そこでそれまで見えてなかったことが見えたりして、こう一回ハードルを超えると、また違うハードルは見えてくるけど、そこで見える世界は全然変わってくるなというのをが学んだことの2つ目です。3つ目は、フィクテックのいろんなこのハッカソンでいろんな
国の方や地域の方とお話しして、パシフィックテックのこういうとこがいいよねっていうコンセプトはお互い共有してても、それぞれのいる場所だったり、している仕事だったりで、そこで感じていることとか全然違うんだなというふうに感じて、でもその違いをお互い共有して、あ、でもここ違うとこが面白いよねっていうふうにお話しできると、すごいそこから新しいアイディアだったり、こういうことが一緒にできるんじゃないかというのがどんどん生まれてくるというものを経験して、こう違いをどんどん共有することのこう大切だったり、その意義を感じた2日間でした。そうです、以上で、あ、そうですね、ここまでが私の発表なんですけど、ぜひシビックテックだったり、国境を越えてシビックハッカーとつながるっていうことに関心を持たれた方は、FTO や CCC に挑戦してみてはいかがでしょうか、というのが私のメッセージでした。じゃあ、お願いします。ありがとうございます。では、ナナオさんもお願いします。はい、3人から素敵なお話があった後なんですけれども、私も6月のチェジュ島に参加させていただいたので、その時の体験とかについてお話しできたらと思います。スライドお願いします。まず自己紹介ですが、今薬学部の6年生で、チームココメーカーズっていう先ほど紹介いただいた去年のファイナリストのチームの一員でした。先ほどのゆかさんと同じチームです。で、やっぱり興味としては医療課題やウェルビーイングなどです。今回 FTO に参加したきっかけとしては、シビックテックにもっと関わりたいなと考えていた折に、東アジアで他のシビックテッカーの方と交流する機会があると聞いて参加させていただきました。次のスライドにお願いします。参加させていただいたのが 3×3 アジアのプレゼンテック内容。そうですね。ヌルフっていうチームの中が今回やってたプロジェクトって感じなんですけど、韓国語、日本語、台湾加語、英語で性加害に関する法律の歴史や現状、その法律に対して韓国内で働きかけている運動について、あ、他の国もなんですけど、視覚的に表示するようなウェブサイトを作成しました。プロのデザイナーの方のデザインを HTML、CSS でコーディングするっていうのを頑張りつつ、他のメンバーの方と日韓の法律の比較等についてお話ししていました。こちらに参加した理由としては、もともと健康に興味があるって先ほどお伝えしたんですけど、心の健康っていうところに人権も関わってるんじゃないかなと考えていたからです。で、右上にあるのがちょっと時間がなくて1ページ分ぐらいだったんですけど、頑張ってコーディングしたとウェブページです。次のスライドにお願いします。そうですね、今回3つの目標を立てて参加させていただきました。1つ目が聴覚過敏のプロジェクトを紹介する。そうですね、とかこのプロジェクト自体をこう誰かとお話しして進めるっていうのはやらなかったんですけど、自分たちが去年ファイナリストとして発表した聴覚過敏のことについて、今もお話というか活動を続けているので、そこに参加させていただき、参加したい方募ったりとか、どんな課題なのかっていうのを詳しくお伝えするってことをできました。2つ目の目標が他国の方と交流するということで、もうですね、1日目は疲れててなんかあまり話せなかったので、2日目から全力でいろいろな人に話しかけに行ったんですけど、もう結構大人の方、自分たちよりも結構上の世代の方が多かったなっていう印象もあったんですが、こう、なんだろう、なんか仲良くなれて嬉しかったです。すみません、目標の3つ目なんですけども、参加したプロジェクトで何か形にするということで、先ほどのウェブサイトはちょっと2日目の晩、寝ずに頑張って作ったんですけど、もっともっと形にしていきたいので、今、ディスコードのグループに入れていただいてて、もう少しずつ継続して続けていこうっていうお話をさせていただいてます。次のスライドにお願いします。印象に残ったこと、そうですね、気さくに話してくださる方が多かったことと、あ、先ほど言ったことって感じですね。はい。チェジュ島に今回行ってみて、
思ったことは主に3つあります。1つ目が英語をもっと勉強したいなということで、英語って話せてもそこからさらに壁をなくしていくにはノリを合わせるとか、もっと身近に相手のことを感じる必要があるなっていうことを強く感じたので、そうですね、そういった経験もすることができました。2つ目が自分の得意なことや個性を世界の標準で見直したい。やっぱりですね、これは自分はなんか薬学部でとかプログラミングちょっとやっててぐらいの存在だと思って行ったんですけど、行ってみたらジャーナリストでかつプログラミングもやってるとか、なんかすごいいろんな個性を持ってる方がたくさんいたので、がもっと自分のことをどんどん紹介していけるようなものっていうのを、まあ、先ほどゆかさんも少しおっしゃったんですけど、自分のやりたいことをどんどん紹介していくほど輪が広がっていくなと感じたので、そういったところが今回学んだところでした。3つ目がそうですね、先ほども申し上げたようにプロジェクトへの関わり継続していきたいなという感じです。最後のスライド、あ、これで終わりでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、まだ帰ってきて数週間しか経ってないお二人なので、だいぶ濃い週末を江戸島で過ごしていただいた形になるかなと思うんですけど、ここからは、皆さんにいただいた質問と、あとスライドとかチャットにいただいているものもちょこちょこと見ながら進めていきたいなと思っております。はい、でですね、今ぼっちがまとめてくれているスライドがあるはずなので、はい、ちょっと一個一個の質問の時間短くなっちゃうかもしれないんですが、最初個別の質問タクタク質問していきたいなと思っております。はい、夏みかんさんへの質問で、手話と指文字を興味持ったきっかけが何ですかっていうのと、開発サークル、これ社会人サークルの多分方のことだと思うんですけど、今はどんなことしてるんですかの2つをお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、手話指文字ってところは私は本当に小6の時にクラスの女の子が手話サークルに通っていて、それに誘われたっていうのがもうすごいきっかけ、単純なきっかけで、まあ、それから地域の手話サークルに通ってたんですけれども、そちらでおじいちゃんとかおばあちゃんみたいな人が多くて、そこでお菓子をもらったり、なんかそういったところから始まっています。まあ、その後大学に入って真面目になんか手話とか聴覚障害ってなんだろうってなった時に、まあ、より深く勉強していったってところがきっかけとなっています。はい、で、先生サクッといきます。で、次、開発サークルで今どういったものを作っているんですかっていうところで、まあそうですね、それ大阪に拠点があるので、ちょっとまだあまり私は参加、今は東京に最近引っ越してきたので参加できていないっていうのが正直なところなんですけども、まあ東京支部みたいなのもソフトウェアでやろう、やりたいねみたいな話をしてて、今は結構指を画像認識してそれでピアノ弾くみたいなのことをやってるチームとか一緒にサークルメンバーがいるので、まあ、そこら辺でいろいろ私も参加できたらいいかなっていうのは考えています。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてようかんさんに3つあるんですけど、 SJJ の各地か全国各地の人が多分なんかメンバーにいたんですけど、どうやって出会ったんですかっていうところと、はい、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。SJJ のメンバーはですね、オンラインでイベント、なんかこういう発表イベントとか、自分の各自の好きなイベントのこう、なんですかね、興味あることをいっぱい喋るイベントを毎月1回ぐらいでやってて、で、その時にこう、Twitter のハッシュタグとかで、こう、フォロワーのフォロワーとか、フォロワーのフォロワーのフォロワーみたいな人たちがこう、興味持ってきてくれたっていうのが、どんどん増えていったきっかけで、今100人ぐらいがオンラインいるっていう感じです。だから、Twitter です、やったのは。はい、ありがとうございます。次も行っちゃいましょうかね。はい。はい。留学中に気がついたいろいろな課題の中で一番驚いたものは何ですかっていうところで。そうですね。まあ、驚いたか、まあ、印象に残ってるでいうと、やっぱりこう地方とかに行って、実際にやっぱこう人が少ないなっていうのは思うんですけど、最近移住支援みたいな、人がこう移住するっていうのを結構促進するような、例えばお金がちょっと上げますとか、新しい家作
作ったり回収するのにお金負担しますみたいなんで、結構こうみんな移動しようってやってるんですけど、それを例えば有名なとか人気のある町がそれをやっちゃうと、やっぱりそこに人が流れちゃったりするんですよね。だからなんか移住支援にお金かけるのももちろん大事だけど、もっとこうお試しできるところ、試しに行ってみようよみたいなのに、もっとお金というかサポートが増えていけばいいんじゃないかなみたいな、関係人口が増えるみたいな言い方もすると思うんですけど、だからそういうのに最近をこう、だから自分が次やってみたいなって思う課題ではあります。サクッと一つ答えます。はい、あとはコンペの後も継続開発することは難しいと思うのですが、今でも開発を続けられる理由は何でしょうというところで。そうですね、トレンドオール自体は開発は今は続けられてないです。で、いろんなハッカソンをやって、これも本当に難しい課題だと思うんですけど、年に例えば3つとか4つとかハッカソン出てたら4つも3つもできちゃうんですよね。でそうすると自分の理想ってどんどんなくなっていくんで、やっぱり簡単に継続開発って続けられるものじゃないと思ってます。で、特に Code for Japan とかだと面白いのは、こうチームを作ったらそこでこう定期的に開発するっていうイベントがあるんですよね。でそこでこう例えば今日持ってきた人が入って、でもちょっと今は違うかなっていう人たちは抜けてってっていうので、こう何ていうんですかね、そういうお題として投げて、誰か今興味リソースがある人が何ていうんだろう、開発して抜けていくみたいな方法を取ると、結構開発の継続とか過去に作ったものが無駄にならずに次に続くっていうアプローチはやり方によってはあると思います。だけど僕もこの自分のやっぱりモチベーションとかもコロコロ変わったり、次こういうことしたいっていうのもいっぱい増えてくるので、なかなか開発を継続するっていうのは僕も難しいと思っています。以上です。ありがとうございます。確かにいろんなことをやるとその分リソースはどんどん分散していくので、人に委ねたり交代したりも一つあるかもしれないですね。あとはゆかさんとナナオンさんへの質問というところで、日本で行われているハッカソンとかこういうプログラムと海外で行われているプログラムに違いはどんな違いがありましたかというところをいただいてます。なんか明確にこれが運営側の体制とこれが違うっていうのは明確にあんまりないな、なかったなっていう気がするんですけど、もうなんか意識したこと、海外で国内より海外でより意識したこととしては、なんかお互いのことを知る時間を最初の方にたくさん作るっていうことを意識しました。個人的にはなんか結構こう同じフロントエンドでも使っていること言語が違ったりとか、どういう環境で作ってきた経験があるのかみたいなの全然違ったりすると思うので、なんかそこをちゃんと共有したりとか、興味があること、それ興味があることをちゃんと最初に共有して、じゃあここすごい得意だからここお願いしたいみたいな得意なことを分担するっていうところは、国内だと結構暗黙の了解みたいな感じでやっちゃうことが多いんですけど、海外だとそこをちゃんと言語化してやっていくっていうところを意識してやっていました。ありがとうございます。ナナオさんももしあれば教えてください。下の質問にも関係すると思うんですけど、やっぱり細かいところをお話しするのは難しいなっていうのを感じたんで、そうですね、これに参加されてる方も、例えばオンラインだったら海外のハッカソンいつでも参加できると思うので、そういった中では細かいニュアンスを伝えるのが難しいこともあるのかなと思うんですけど、そういったことがあった場合は、ちょっとまず自分が困ってるってことをしっかり伝えるっていうのが大事かなと思います。確かに、なんか分からないまま分かったふりをして喋っちゃうよりかは、ここが分かんなかったからもう一回話したいみたいなことを伝えるのってすごく確かに大事なのかなと思いました。ありがとうございます。確かにプロジェクトを進めていく上での多分難しさそこもあったと思うんですが、もしゆかさんもあれば、壁にぶち当たったところはありますかというところですね。でもそうですね、なんか奈緒さん言ってくれた細かいニュアンスを伝えるとか困ったところは結構難しかったなと思うんですけど、でもなんか言葉だけじゃなくて実際にのパソコンの画面のデザインを一緒に同じものを見ながら、こう指さ、これがこっちの方がいいと思うんだっていうビジュアルできちんと
伝えるっていうことすると結構もうそれは共通の言語なのでそれはすごいよく伝わったりとか、実際に絵に描いてみるみたいな言語以外のところで伝えるっていうのが意外と有効だったなというふうに感じています。ありがとうございます。ある種外国の言語が違う方との交流の確かに一つのヒントなのかなと思うんですが、なんかプレッシャーはありましたかっていうのもあるんですが、お二人はどうですか？初日2日目とか含めてこうプレッシャーとか緊張とかはいかがですか？あ、じゃあ自分が言うと、もうプレッシャーしかなかったぐらい、プレッシャーはたくさんありました。ゆかさんどうですか？いや、プレッシャーはあったんですけど、でもすごくチームのリーダーの人とかチームメンバーがもうすごい、あの言語はただのツールだから全然このすぐ気づいたことあったり思ったことあったらすぐ言ってっていう風にもうすごい最初の方から言ってエンカレッジをしてくれて、中でチームで活動ができたのですごくそれはありがたかったし、自分がの他に自分の言語が難しくてあまり発言できてない人がいたら、あ、こういう風に声今度はかけたいな、自分が声かけたいなと思わせてもらえるようなメンバーの人たちだったので、そういう意味ではなんか他の海外 の海ハッカソンよりはなんかプレッシャー、そういうプレッシャーは少なかったのかなというふうに思います。ありがとうございます。あとはですね、ちょっと時間が迫ってきているので、これが一旦個別は最後になるんですが、 FTO に参加してみたいと思ったなんか大きな理由とかきっかけみたいなのが二人一つずつあれば教えてください。そうですね、でもなんかすごい海外は興味があったし、日本以外の国や地域でこうシビックテックに取り組んでる人と話ししてみたいっていうのは結構前から思っていたので、ちょうどこう学生選抜にも選んでもらえて、こんなチャンスがあるならこう挑戦してみたいなと思って挑戦しました。ありがとうございます。アナオンさんはいかがでしょう？はい、私も、同じなんですけど、もともと取り組んでた聴覚過敏という課題も日本に限定したものではないというのはメンバーの中でも言っていたことで、ここで話すことではあまりないんですけど、グローバルのハッカソンに一回出してみたこともあったので、そうですね、もっとたくさんの人に伝えたいし、英語版でアプリを作ったものがあったのでぜひお伝えしたいと思っていたので、それも一つの目的だったかなって思います。ありがとうございます。全然他の場所に出ることは私たちは止めないので、全然クローバルハッカソンは良いつながりだなんじゃないかなと私たちも思います。最後にごめんなさい、時間ちょっと超えてるんですけど、皆さんにこうこれから今年やるかな、あるいはこれからやるかな、シビックテックするかな、CCC やるかなという皆さんへの応援と、あともしこうこんな勉強法あるよとか、こういうサイトいいよとか、なんかこの人フォローしておくといろんな情報を 見れるよみたいなのがあれば、最後にお一人ずつコメントをいただいておしまいにしようかなと思います。たら夏みかんさんからお願いしようかな。はい、はい、そうですね、私は本当に、とりあえず思ったらやってみるってことが大事だと思っていて、本当に やらない後悔、やって後悔の方が絶対にいいと思うので、とりあえずやってみてほしいってところです。で、そうですね、参考図書とかっていうのは本当にやりたいことによって違うかなっていうところはあるんですけど、とにかく一回調べてみて、そういう情報を得てみて、これがやりたいのであればそれについてより深く、本とか映像とか YouTube とか何でもあると思うんで、自分がこれがいいと思ったものを信じて見てやってみる、行動を続けるってことが大事かなと思います。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。たらようかんさんお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、僕もほとんど同じ感じにはなるんですけど、それの中でも話したように、とりあえず入る、応募するはめちゃめちゃ大事だと思います。で、ぜひ頑張っていい思い出にしてもらいたいなと思っています。あとやっぱりコメントとか見ててもこうどうなってるんだとか、結構興味持ってくださる皆さん多いので、なんかそういうこう
なんて言うんだろう、どうなってんだろうっていう疑問から、まあ、実際に自分が次やってみようっていうあの気持ちエンジンに切り替えてやってもらいたいなと思ってます。あと次のその参考図書とかなんですけど、まあ、それはこうなんか特にチビックテックやって思うのは、やっぱりこう、この自分が解決する課題の当事者の人たちに出会うってめちゃめちゃ大事だと思うんですよね。でそれが、例えば自分がそのこのプロダクトのユーザーなんだっていうんだったら、もう自分が思うように作ればいいし、例えば家族とか、まあ、身の回りの誰かをつけてみたいって思うんだったら、そういう人たちにめちゃめちゃヒアリングしたりだとか聞いてみるっていうのは、めちゃめちゃこう有効的なのかなと思います。なので、今まで作ったプロダクトとかだと、なんか実際にそういう、こう、課題を持ってる人たちのために作ったのであれば、その人たちに使ってもらって、感想もらって、もう一回開発するっていうフィードバックっていうのが、結構この、まあ、CCC もそうだし、こうシビックテック開発っていうのは、結構肝になってくるのかなというか、そこでやっと意味が生まれると思うので、なんかそういうのをこうちょっと、気にしてもらえればいいかなと思いました。以上です。ありがとうございます。最後にゆかさんとななおさんもお願いします。はい。もうなんかお話ししてくれた2人とほとんど同じなんですけど、がそうですね、なんかやってみて損はないというか、やってみる中で学べることがすごいたくさんあるし、そこで学んだことを別のハッカソンで生かしたり、別のプロジェクトで生かしたりみたいに、他のところで生かせるスキルだったり経験がすごく積めるハッカソンだと思うので、よってもしなんかちょっとでもあれ自分の興味があることとちょっと近いかもしれないとか、ちょっと自信ないけどやってみたいっていう気持ちが少しでもあったら、ぜひエントリーしてみてほしいなと思います。とおすすめの書籍だったりについては、なんかもう去年の CCC で紹介してもらったやつみたいなところではあるんですけど、私が UI とかデザインにのところを最初になんか何勉強、どうやって勉強しようみたいに思ってたときに、去年の CCC で紹介してもらったこの UX デザインの教科書っていう書籍は、最初に読むにはすごく自分にとってはいい本だったなと思って、そこでなんか気になった単語とかをさらに調べていったりして、自分のやりたいことに合わせてまたさらに調べていくみたいな感じで学んでいました。そう、なんか機械学習とか、なんかそういうのを勉強したいっていう人だと、クオートっていうサイトとか記事とかでよくたくさん出ているので、なんか自分のやりたいことに沿って勉強ができるサイトだったり、リソースはもういくらでも今の時代はたくさんあるので、の勉強はいくらでもできると思います。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございます。最後のナオさんお願いします。はい、そうですね、本当3人のおっしゃる通りなんですけど、とか3ヶ月って意外と長いので、とメンバー全員で仲良くやりきるっていうのも結構大事かなって思います。だから参考書籍ももしあれだったらメンバーで何か共有してみるとかしたら、結構話もあっていい感じに進んでいくんじゃないかなって思います。答えになってるかわからないんですけど、ありがとうございました。ありがとうございます。確かにその共通言語を作っていくっていう意味で言うと、なんか一緒に同じ本を読んで一緒に考えるみたいなのはなんかすごいいいのかなと思います。質問くれた皆さんありがとうございました。最後ですね、ちょっとあと 1,2 分だけ伸ばしてお話をさせていただきたいんですが、先に抜けた人いるかもしれないので、参加者アンケートのお願いだけこちら先にお送りしておきますね。で、こういった、平日の夜にちょっと皆さんとお話しするみたいなところはですね、だいたい月1ぐらいでやっておりますが、今回はシビックテックチャレンジについて、シビックテックチャレンジカップですねについてお話をさせていただいたので、あと1週間締め切りがあって選択順にはなるので、できるだけちょっとでも可能性があればチャレンジをしておいていただけるといいかなって、チームで参加してもいいんですけど、個人エントリーで全員エントリーしておいてからチームを組むっていう形になるので、もし自分が代表で登録してるけど友達まだ入ってないみたいなことがあれば、組めないっていう風にならないようにだけしっかり周りのお友達とか一緒にやりたい人を誘ってエントリーをしておいてください。はい。で、シビックテックライブは次回ですね、7月14日で、ちょっと大阪大学と福岡大学の方と一緒にシチズンサイエンス、科学していくところの市民と一緒にやっていくところのお話をしていくので、こちらもよかったら遊びに来てください。で、ソーシャルハックデーは、
の次の週ですね、4月22日にオンラインとリアルのハイブリッドでやるので、こちらも遊びに来ていただけたら嬉しいです。あ、画面が止まっている。ごめんなさい。私の画面が止まっている。ごめんなさい。これって今いいですかね。今一人で喋ってましたね。ごめんなさい。あのエントリー締め切りが7月なのか。で、各種イベントありますよと。で、Code for Japan Summit は11月の25日ですね。Code for Japan の10周年のサミットなので、皆さん遊びに来てくださいというところですね。ウィークテックライブとハックデーですね。で、アンケートはこちらですね。2、3分で終わるので、はい、スライドに参加いただいた方も、アンケートにもご参加ください。で、コミュニティ、シビックテックのコミュニティについては、Slack と Notion で各種案内を送っているので、ぜひ Slack にも参加をしていただけたら嬉しいなというところになっております。はい、駆け足で、ちょっと時間長くなってしまいましたが、今日のシビックテックライブは、以上とさせていただきます。アンケート最後、はい、こちらだけご参加をください。はい。最後まで残っていただいた皆さん、ありがとうございました。続き、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。また、シビックテックライブか、ハクデーか、サミットか、一時でお会いしましょう。はい、ありがとうございます。はい、では。最後に皆さんご退出いただいて、アンケート書いていただいて、はい、ありがとうございます。はい、1分押してしまいました。すみません。ありがとうございました。はい。では、あとはもう中の人だけかな。では、録画を。